はい、タンタンです。アリアの MM85D ホールモデルでございます。こちらのモデル数々、数十本数百本販売してまいりましたが、こちらラストになっております。次の入荷は未定でございまして、いつ入るかもわからない状態になってしまいましたので、ラスト1本、ぜひこの機会に、ご決断いただければなと思っております。うちの在庫でもうラスト1本なので、なかなかもう手に入らないと思いますので、お早めにお願いいたします。ギターの説明なんですけど、トップスプルースのサイドバックローズウッド、合板モデルです。D ホールモデルの14フレットジョイントモデルでございます。アリアの、MM シリーズで、かなり手にされている方も多いと思いますけれども、こちらのアリア MM の85シリーズ、かなりこう弾いてみると高音のこう特徴的なカンカンしたサウンドが魅力の一本だと思っております。いろいろこうジプシーコピーブランドで、ジタンとかありますけど、同価格帯で、ありますけれども、それよりも高音が強いイメージですね、のモデルになってます。これ弾いていただけると分かると思うんですけど、比較するとかなり違ってくるようなものになってます。これはメーカーの違いというか、それぞれの個性なので、どうぞ弾いてみて決めていただければなと思っております。しかしながら1本限りなのでお早めにお願いいたします。ちょっと弾いてみます。特徴的なサウンドになっておりまして、その辺がこうポンプした時の音、かなりこう響き渡りますので、楽しめる一本かなと思っております。こちらですね、1本目からすごい使いやすいモデルになってまして、ネックのシェイプなんかが丸っこい、アコギフォークギターとかああいうイメージのネックシェイプになっているので、これどなたからでも入りやすい一本として人気だったモデルでございます。ですので1本目からお考えの方、もちろん、おすすめさせていただきます。ラスト1本なんですけれども、うちの方で、ケースの方はギグケース、ちょっとスポンジ厚めのギグケース、付きとなりますので、D ホールモデルラスト1本ぜひこの機会に、お願いいたします。
それでは、アリアの MM85D D ホールモデル、お早めに最後の1本よろしくお願いいたします。タンタンでした。